長、原付で今住んでいるところに帰る際に、反対車線から右折入庫する際にかなり周りを見て配慮していたら、赤いスクーターの男が何かを言った。聞き返したら、入れ、みたいなことだった。それで入ったが、並列で信号待ちの背の高いメガネのおっさんと、まだ若い、とか話していたので、若い、と反応したら、金玉で隠しないとダメ、と言われた。状況判断とか言われた。後ろから車は来ていなかったが、後ろからぶつかるとか、言っていた。難しいところだ。難しい場所に住んでいる。ここも長く入れないな。もともと長くいるつもりはなかったが。それにしても、金玉で隠しないとダメって。本当にそういうこと言う人いるんだな。何食えばでかくなるかな。